い、どうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤ、レジェンドオブジャスティス、やっていきたいと思います。はい、セイントセイヤ、やっていきたいと思います。昨日ちょっと体調崩して、久しぶりに一本も動画を出せないという、まあ、悲しみの事態が起こったんですけれども、まあなんとかね、14-8、まあできたというところですね。1日経ったからかな。敵の属性が 10% 低下するっていう。ここら辺になってくると簡単には進めないというか、まあもう、当然ちゃ当然なんですけどね。まあ今までもキャンプ張った時にどうするかみたいな話をしてきてるはいるんですけれども、おそらくね、もう10章を超えてきたら、もうこれしかないだろうっていうところではあると思うんですけど、10章、まあ超えてくると、まあ、放置ボーナスで、金のアクセとかが、まあ、だんだん落ちてくるようになるんですよ。11章を超えたからかな。そうなると、まあ、手持ちのね、セイントたちにね、こういう感じで、金のアクセをね、少しずつ割り振ることが、まあ、できてくるわけですよ。そのぐらいになってくると、もうね、レベルを一つの段階上げるのに、もう地獄が待ってるんですね。まず、160から180に上げようとすると、親戚が、14,000 とかだったかな。14,000か6,000ぐらい必要になってくるんですよね。で、親戚今僕30,000まで貯めてますけど、次に180から200に上げるのに22,000とか必要になってくるんですね。まあ、結構、こっからの親戚要求、140以降からの親戚要求って結構半端ないんですね。なので、まあ、親戚を集めなきゃいけないっていうのも当然そうなんですよね。だから僕は結構、学園ではね、親戚の種をね、基本的にはもう何もなければ親戚の種をまいてるっていう話をもうしてきました。ここで結論から言うと、レベルはもうここら辺に来ると上げてて当然だよねっていう段階に入ってきちゃうんですね。なので、例えば今僕が10凸までが1体なんですけど、10凸いったのにまだ200いってないんですかっていう風になっちゃったら、まあ意味がないというか、まあバランスが悪いよっていう感じなんですね。なので、まあ、僕の14章の段階で、だったら、まあ、あと1、2体ぐらいまでは、まあ、200いけると思う。200、あと1体ぐらいかな。200はいけるかな。単純に経験値と、金貨だけで考えれば、もう1、2体プラスでいけると思うんですけど、まあ、親戚のこと考えると、まあ、正直言って、14章たどり着いたぐらいだと、まあ、1体、2体ぐらいができて、ギリかなっていう。まあ今、ほとんどの方がね、キャンプ張ってるであろう11章から12章ぐらい、進んでる人の中でも11章、12章ぐらいで張ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、っていうふうにあった時に、まあそんなに親戚がある、はずもないから、そっから、凸を進めて強くできる幅っていうのは結構減ってきてるんですね。大体人の、いろんな人の話を聞くと、やっぱそこで止まってるのはアクセなんですよ。で、僕が11章の40を突破した時には、もうほぼ全部金のアクセサリーに変えてました。まあどういう風にして意識してたかっていうと、もうガチャ引くよりもアクセ買ってました。こういう感じで。今これ、2つ、この1個上の枠ですね。金枠のアクセ。枠付きって呼んでるんですけど僕は。これ持ってないんで僕はこれ買います。迷わず。もう、動画撮る前から欲しかったんですけど、これはもう買っちゃいます。金の、通常の金のやつも持ってなくて、金貨でね、買えるんであれば、全然買った方がいいかなっていう感じはしますね。まあ、ここはね、結構やってった方がいいかなっていう。あとはま、12級でね、だいたい、ここら辺かな、金牛級超えて、次くらい確か、どっかで一回ショップみたいのが開かれて、そこにもうね、あったりするんですよね。なので、そこら辺のも結構買ったりはしますかね、僕は。僕は結構買っちゃいますね。まあ、こんな感じで集めてますね。なんか、金キラなアクセを集める趣味があります。みたいな感じにはなってますけど。まあでも、少なくともね、5000イント分はね、確保しておかないといけないかなっていう。で最近少しずつね、そこに余分が出てきて、余力が出てきて、まあ、今みたいな感じにはなってますね。まあまだ全部のセイントが金枠で埋め尽くせてないんでね。ここ行くまでは、ちょっとまあ、弱音は、ちょっと吐けないな、っていうふうには思ってるんですけどね。手に入れられる、余力があるうちはね。この前ね、ちょっと知り合いから教えてもらったんですけど、日本サーバーで、ちょっと前走ってる人なんですけど、これ星11にしようとするときは、同じセイントの星6を2体必要なんですけど、それ以降が、星14までかな。は、星6の素材と同じセイントと、あとは星6の別のセイント
でいいみたいな感じになるみたいなんですけど、まあ、同じ戦意とどんどんって行きたいじゃないですか。行けるんだったら。なんだけど、こう、新育成システムの星座システムっていうのと荒屋敷システムっていうのがあって、それが、まあ、こういう感じで解放されてくるんですけど、荒屋敷は10人以上か。まあ、こういう感じで解放されてくるんですけども、これが14章の多分この間で解放されるんですよね。14の8か14の12かわかんないけど、これね解放されて、でこれが一応星11以上で解放らしいんで、まあ、とりあえず最初は、まあ、星11以上を目指した方がいいよと。まあ、凸でのその凸ドーンって上げることに対する労力に対しての見返りが徐々に少なくなってくるから、できるだけリソースはアクセの方に割いてった方がいいよっていう話の流れで、その今の星座システムの話があったんですね。で、星座システムの詳しい話っていうのは、ちょっとまあ、僕もね、詳しくはわかんないですけど、自分で触って説明したいなと思ってるから、今、頑張って短めのキャンプでって思いながらやってるんですけど、まあそこら辺をね、ちょっとまあ聞いたので、まあ先に話しておこうかなと。11だね。だから、今10だからこれで。で、赤星 1? くらいまでで一旦止めといて、あとは他のセイントに目を向ける方がとりあえずはいいですよっていうところですね。まあ、正直そこ以上を同じセイントでガーって行こうと思っても、よっぽどの財力がないとそこには突っ走れないと思うから、まあ、ほとんどの人はやらないとは思うんですけど、でも他の、なんだろう、やっちゃう可能性もあるんでね。なので、そういう場合は、まあ、同じセイントをドンともう一個行かないで、横のやつ、別のやつをとりあえず先にやっといて、でいいと思いますよっていうお話ですね。はい。っていうとこですね。はい。まあ、キャンプを張った際にね、まあ、アクセを意識してほしいよっていうことと、トツは一旦ね、11、赤星のところまでで一回止めて、で、そこの平均値を作っていって、14章を迎えましょうというとこですね。あとは、まあ、余力出てきたらね、まあ、徐々に、その段階から、セーリンガチャ回して、赤アクセを狙っていくっていうところになるのかなっていう気はしてますね。じゃあ、ちょっとね、僕ちょっと風属性強化したいんで、風ガチャと等々を引いていきます。いきます。よいしょ。ミスティをね、星10にしたいんですよね。1体だったら速攻で200まで持っていけるんで、いやーちょっと厳しいな。うん、厳しい。いきます、もう1回。よいしょ。いや、今回ちょっとガチャ引くんでね、投資ガチャも60連あるんでね。引きますよ。お!やった!これでミスティの星11までの素材が手に入りました。やったぜ。俺が欲しかった。で、これも引いていこう。えい!一気が多い。よいしょ。で、どうしようかな。これ火にすっか。これが、これで、いけます。これ結構いけます。シルバーセイント、ゴー!カペラ。じゃあ、風セイント、星5、ドイ!おー、神、ありがとうございます。で、火の繊維と、星5。えいっ!シャイナ。ゴールド繊維と。ゴールド繊維と、デスマスクか、デスマスクか、どうこだな。これ、二択だな。この二択だな。お願いします!はい!あー、神めっちゃ神出んな。我が子神よ。オッケー。投資ガチャ先に言います。まあアイオロス確定なんですけどね。あとこのまま60回せば。それまでに何が出るか。これ30連目、何が出るかな。
ええー。一番だるいんだけど。土とか、土の、ブロンズ繊維とか、まあ、いっか。まあ、旬もいるしな。もうちょっと風に寄ってくんねえかな。風になりた日。ラスト。これ、ラストっていうか、まあ、これでアイオロスでしょ？あ、10年も出た。すげえ。かなりいいガチャでした。で、最後。これ、30連引いて、引いとくか？ 40 連引いたら、星5も手に入るな。いいか、引いちゃうか。こんな時にしか引かないからな。よいしょ。だから、なんだろうな。まあ、よっぽどですね。10勝超えてからは、メモリーでガチャを回すっていうのはもうよっぽどのタイミングですね。属性、結局、属性ね、欲しいセイントっていうのが、この属性のセイントが欲しいんだよな、みたいになることが多いから。あ、枠がいっぱい。枠がいっぱい。怖いな。とりあえずこんなんでいいか。よっしゃ、続いて。いやー。未だにな。お、なんかしょぼい。かなりしょぼい。次が確定かな？何が来るかな？デスマスク欲しいな、デスマスク。デスマスク。デスマスク。う、いいよ！いや、ほんとよく出るな、いいよ。かといって、イオをね、強くできるかって言ったらね、そんなことはないんだよね。恐ろしい。で、最後これやって、星5属性、星5セイントガチャ引いて終わりか。で、星5セイントガチャは、ゴールドセイントだけだったら、だけのやつだから、11% か。お、いいぜ、いいぜ、いいぜ。いいぜ。でも、風のセイントが一人もいないんだけど。最悪。風のセイント、オレ。さあ、ラスト。これで。まあ、デスマスク、一択ですな。デスマスク一択。まあ、銅鉱、二体手に入るんだったら銅鉱はいいですけど。デスマスク、お願いします。あー、イオリア。あー、イオリア。なんか食わせにくい星6セイントばっかり、星6セイントが増えちゃいましたね。この神の数。参ったね、これや。いや、こっちは旬がいる、旬、あ、でもまあ、この劇、あ、ダメだな。星8の旬を作りたかったんだよな、これもな。はい。まあね、ちょっと、思ったほど強化できなかったなっていうところなんですが、まあ、こっちの火属性はいけるかな。火属性は。火属性はいけそうですね。一体、バン作って、もう一回バン作って、みたいな。
はい。というわけでね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、そして、コメントの方お待ちしております。お疲れ様でした。